ございます。提言の広場の時間です。今年は統一地方選挙が行われます。有権者が自分の声を政治に反映させられる貴重な機会でもあります。しかし、最近の国政選挙では全国平均の投票率が50%を割り込むなど低下が懸念されています。一方で山形県の投票率は？ 直近の国政選挙で4回連続全国トップの座を維持しています投票率の向上には若者の政治参加の意識醸成が欠かせません県内ではどのような啓発が行われているのかお話を伺っていきますご視聴の皆様です条例の制定などで地元高校生など若い世代への主権者教育に力を入れている 金山町選挙管理委員会の星川隆さんですおはようございますそして山形経済同友会からはフォーラム運営委員会専務取締役の長澤淳さんですおはようございます皆様よろしくお願いいたしますよろしくお願いします さて先ほど山形県の投票率が非常に高いというお話をしたんですがまずはここ10年の国政選挙での山形県の投票率を見てみます2013年から2016年までの国政選挙でも投票率は全国上位に位置していたんですが 2017年の衆議院選挙で投票率が64.07%と全国平均を上回りまして64年ぶりに1位に返り咲きました2019年以降の国政選挙でも3回連続で投票率が全国トップとなっていまして去年7月の参議院選挙では全国で唯一山形県が60%台に乗せています。 山形県選挙管理委員会によりますとこの要因につきまして県内全域の小中高校への選挙啓発のパンフレットの配布や高校、大学への出前講座の開催で若年層の投票意識の高揚に寄与したのではないか。 また山形県は3世代同居率が日本一のため家族ぐるみの投票などに重点を置いた啓発コマーシャルを制作したことなどが功を奏したのではないかと分析しています。ますそしてその投票率トップの山形県の中でもおよそ80%の高投票率を維持しているのが今回ご出演いただきました金山町なんですね。 金山町選挙管理委員会の星川さん、あの投票率アップのために金山町では高校生の取り組みを積極的に行っていると伺ったんですが、どんな取り組みなんでしょうか。はい、とまずはじめにですね、とうちの町があの模擬選挙、えっと模擬議会を始めた経緯といいますのが、今ご紹介にありました通り、平成27年の12月に町内唯一の高校であります新庄南金山校で 開催ししたたのが始まりで,したでその年は公職選挙法の改正で選挙権の年齢が18歳に引き下げられた年で,で翌年から成功されるということが決定されてましたので平成28年の第24回参議院選挙から満18歳以上が選挙権を持つということになりましたでこのことは金山港でも大きな関心事でもありましたでまたあの平成18年にですねあの町が制定した 金山町自立のまちづくり基本条例というものがあるんですがでこの条例の第12条にですね満20歳未満の青少年及び子どもはそれぞれの年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有すると規定してまして、うん、でこの条例の制定から10年という節目の年でもありましたのでで金山校の生徒の皆さんからですねあの調整やまちづくりといったものをより身近に感じてもらうことや 参政権を持つといったことの意味をですね考えていただく契機として、えー、模擬議会の開催を学校の方に、えー、提案させていただきました、うん、でその提案に対して金山の校からの方は金山校からは模擬議会の政党を、えー、模擬選挙で選びたいと提案をいただきまして、はい、実現したのが始まりになりますで続いて模擬選挙はですねあのまず年生を対象に グループワークを行い、その中から候補者を選出しました。うん、で、そして新聞や役場からの聞き取りで情報収集や演説の準備を行って、で、その後の模擬選挙では、えっと三年生も含めて全校生徒で演説を聞いて投票を行いました。うん、で、投票では教室を投票所にセッティングしたんですけれども、実際に使用しているあの投票箱ですとか、はい、記載台を使用しました。うん であとは投票所の,あの受付係ですとかあとは名簿対象係とか投票用紙の交付係なんていったのもえの生徒から選出しましたで、えー、そして模擬議会ですけれども選挙で選ばれた生徒たちを中心に議長議員を務めましてで高校生からの提案や質問に対して町長以下町幹部が答弁を行いましたでその中にに実際にですね 高校生からの提案を受けて、と金山高生徒への通学支援事業といったものが実現しました。はい、で具体的には、あの金山高への入学,者入学者を増やすといった目的を兼ねまして、山形交通の新庄金山間のバス料金、えー、定期券なんですけれども、その2分の1を上限として補助することと、あと町営バスの運賃を高校生は半額の100円にうん、うん。 するといったことが翌年度の町の町予算で議決されましたで、こういった一連の流れを通してみて高校生が実際に政策づくりを行う上で町の政策を学んだということで町を理解することにつながったのかなというふうに考えられますしあとは模擬議会実施後のです、ね、第24回の,あの参院選においては町の18歳の投票率がです、ね、70%台と県内でも高い投票率でしたので。 投票に対する意識というものが高まったんじゃないのかなというふうに考えられます。うん、で、以降の模擬議会、模擬選挙については、平成二十七年から。各年開催しておりまして、で、これまでに計四回開催しているといった状況です。うんうん、投票するだけではなくて、なんか運営の方にも携わってもらえると、その選挙のあり方がこうわかりそうですよね、はい。そうですね。実際にその、うん、投票係、あの受付係とかですね。うん、で、こういったことで、こう。 動いてるんだな。なんていう風に感じられるのかなと思います。うん、なるほど。はい、いまあ、実際に高校生の声がですね。街の施策に反映させるということ、反映されるということは、政治に参加することの意義を学ぶ上でも非常に意味のあることだと思います。けれども、まあ、実は県内の他の自治体でも様々な取り組みを行っています。ここで主権者教育をテーマにしたユニークな cm 作品をご紹介します。 湯沢町開票速報ですカカこれ大人だけの世界と思ってない湯沢町にはあります少年議会若者が未来をつくる湯沢町,ユザ町 まあご紹介しましたのは山形テレビが制作している今年度の山形ふるさと CM 大賞に出品されましたゆざまちの CM 作品です少年議会という町独自の取り組みが始まってちょうど20年の節目にあたるそうなんです少年議会といいますのは2003年からスタートし 町内在住在学の中高生の中から選挙で少年町長や少年議員を選出し生徒が議論立案した政策の実現を実体験として学びます。実際に政策実現の予算としまして少年議会には町の予算から毎年45万円が計上されているということです。 まあ実際にはです、ねまあ、政策が立案された件としまして町のイメージキャラクターを作成しましたりあとは子どもたちに町を知ってもらうためのカルタを作成したりということがこう立案されているようなんですけれども長澤さんあの以前長澤さんは教職に就かれていた経験ももお持ちですけれども経歴もお持ちですが金山町ですとか湯沢町のように中学生ですとか高校生の頃からこの選挙そして政治を身近に感じてもらう取り組み 入り組みについいてはかかがですか、はい、あの私はあの金山町のお隣の真室川町で中学校の、えー、教員をしていたことがありまして、えー、あの金山町で,です、ね、このように学校の主権者教育に力を入れることで、えー、それが投票率の向上にという目に見える成果につながっているということは大変素晴らしいことだなと思います。えー、私自身が中学生生高校生の頃は 学校内の狭い範囲での生徒会というものでの選挙とか生徒会活動というのはあったんですけどもあんまりそれに興味関心が高かったかというとそうでもなかったというのが実際のところですそれでもあの生徒会で活躍している同世代の人たちに対する憧れのような気持ちはありました私があの中学校の教員として生徒会活動を担当していた時に感じたんですけども 学校を良い方向に持っていくときに重要なプロセスがあるなと思いますまずは自分たちが選んだ生徒会のリーダーが先生から言われてとか学校が決めたからではなくて自分たちで考えて動いて今年はこうやりたいあの行事はこうしたいというふうに思いを持って成功させるとこれが非常にかっこよく映ります。でそれを見た 後輩たちがですね自分たちもあんなふうになりたいと、うん、自分たちが3年生になったらこうやりたいというふうにあの実際立候補がどんどん増えてくるんですね、はい、その役職に就きたいっていう人が増えてくるんですけども、うん、こうなると学校はどんどん変わっていきます。これは大人のの社会にも共通すすると思いますあの自分たちの選んだ政治家やリーダーダが活躍して 次の世代の憧れになれば社会はどんどん変わっていくと思いますさて、ここでちょっと興味深いデータを紹介したいいと思います49歳以下の世代は国政選挙の投票率が1%下がると年間でおよそ7万8000円損をするこんな試算があるんです。 試算をしたのは東北大学で世代間の経済的公平について研究する吉田博士教授です吉田教授は49歳以下を若年世代50歳以上を高齢世代と定義しまして1976年から2019年の国政選挙の投票率を比較しましたこの結果 2つののの世代の投票率の差は年々拡大しているこの期間に国の借金に当たります国債の新規発行額が増加傾向であったことから吉田教授は若年世代の投票率が低いと若年世代の将来の負担となる国債が発行されるとの仮説を立てまして投票率との相関関係を調べました。 すると若年世代の投票率が1%下がりますと1人当たりの負担が47,480円増えるとの試算が出ましたさらに投票率と社会保障費の関連についても分析し年金など高齢世代へ分配される支出と児童手当など若年世代へ配分される支出と比べたところ 高齢年代へのの支出の方が多くなりました投票率との関連で見ますと若年世代の投票率が1%下がると支出の差は3万72円に拡大国債の負担分と合わせますと若年世代の投票率が1%下がるとこの世代では年間でおよそ7万8000円損をするとの結論なんだそうです。 吉田教授は実際の因果関係を証明するものではないとした上で今回の試算の狙いにつきまして投票にに行かかなないいいととと目に見ええ損失が発生すすることを伝えたかったっしていますえ星川さん、まあ、今あの数字データ的なところをご紹介しましたけれどもこうして投票に行かなかった場合のマイナス面 数字でこう見える化されると、やはりこう意識って変わるのかなと思うんですけど、いかがですか。はい。やはりあの若い人たちが、あの選挙に行かない理由として挙げられているのが。政治を身近に感じられないですとか、あと自分が投票しても政治は変わらない。というのがあります。で確かに学生の頃や親の扶養に入っているうちはあまり社会というものを。意識しないので、選挙に行っても。 投票するというのは面倒で、どこかなんか一言のような風に感じるかもしれないんですけれどもで、自分が大人になってくると経済的にもですね。あの、自立すると社会保障費であったり、あとは世の中の景気といったものは、ものすごく身近なものになってくると思います。で、そして家庭を持つとなおさらですね。その自分たちが生活する上で、年間約7万8千円といった。マイナスになるのは？ あの大きな損失であるというふうに思います。で、これが。うん、この七万八千というのが一人当たりの金額だと思いますので。世帯で見ると、もっと大きな金額になってくるのかなというふうに思うんですね。はい。で、それで、若い人たちが。このマイナスになる数字を見て。いかに自分ごととして捉えて、危機感を持てるか。そして、負担を減らすための行動として。実際に選挙に行って、自分たちの。 意思を行動で示すといったことが重要というふうに考えますで、またそういった意識を持っていただくためにも私たち大人がですね若者たちにより多くの学ぶ機会例えば選挙啓発のほかにもあの人生設計などライフプランなんかも含めた租税教室とかですねそういった学ぶ機会を与えて日頃から政治や社会に興味関心を持ってもらうということが最終的に 投票にもつながってくるのではないのかなというふうに思います。なるほど長澤さん、やはり、あの、投票するという行為は。まあ、吉田教授の試算がありましたけれども、経済的なことと、やはり関連があると受け止められますよね。はい、あの、吉田先生がおっしゃっていることというのは。ちょっとマクロ経済の中で、国債の発行が。良いことなのか、悪いことなのかという、ちょっとさまざまな説がある中で、ちょっと判断がうん、うん。 ちょっと難しい話ではあるんですけども、うん、要は選挙に行かないと損をするということで、えー、若いいいい人の投票率を高めたいとというう狙いがあると思うんです、えー、逆に考えると投票に行くと、えー、得をする楽しいという視点も大切ではないかなと思いましてここで一つ面白い事例をご紹介したいんですけども、はいえー、数年前から選挙割という運動が え大学生を中心に盛り上がっていましてこれはどういうものかというとえ投票に行った方が投票済み証明書えまたは投票所で撮った写真をえこちらをですね割引クーポンとしてあのお店でえお得なサービスを受けられるというものです。お店側は選挙割のホーームページからえー登録することで、えー あのうちの店ではこんなサービスを行いますよとこういうことがホームページに掲載されるという仕組みになっているんですけども、あの当社はあの映画館なんですが、え2019年からこの選挙割に参加して多くのお客様にご利用いただいています。地元企業も一緒になって参加することで新たなビジネスチャンスにも。 広がると思いますのでぜひ多くの企業に参加していただきたいなと思いますあのそもそも長澤さんのところでこの選挙割を知ったきっかけというか取り組むきっっっかかけって何だったんですかあのその当時はあの大学生のボランティアの方から連絡を受けまして確かメールだったと思いますけれども、はい、選挙割というのを始めるので、うん、ぜひ参加してくださいというのがきっかけでそこからあの。 代替わりするとメンバーが変わるんですけれども、こちらから今度は申し込んで、続けています、うん、やはりその趣旨に賛同したというところですかねそうですね、実にあの、うん、若い方が楽しそうに選挙を盛り上げているので、あの私たちもちょっとそれに応えたいという気持ちがありました。うん、なるほど そして今年は統一地方選挙が実施される年でもあります春先には早速県議会議員選挙などが行われます星川さんあの金山町は過去の県議選でも80%近い投票率とはなっているんですけれどもさらに投票率を向上させるためにどんな対策を考えていらっしゃるんでしょうか、はい、まず金山町の投票率についてですけれどもご紹介ありました通りあの県議選で あの平成31年は無投票だったんですけれども平成27年は84.99%国政選挙で見ますと参院選では昨年の令和4年が75.58%衆院選では令和3年が77.61%と山形県の投票率はいずれの選挙も60%台なんですけれども金山町は70%台と。 県内でも比較的高い投票率という結果になっていますではあのなぜ金山町の投票率が高いのかというと正直あのはっきりとした因果関係は申し上げられないんですけれども理由の一つとしては町民町民性なのかなというふうに思います、はい、で金山町では町並みづくり100年運動ということで 昭和59年頃から金山住宅の普及とか、ですね町の景観づくりに力を入れてと取り組んでいるんですけれども、これは町民の理解と協力といったものが絶対的に不可欠な事業ですので、で金山では町民一体となって、ですね町づくりに取り組んでおります。こういった町民自ら町づくりに参加しようといった意識が投票率にも影響しているのではないのかなというふうに考えられます。 で一方で、ですねあの全国的な問題ですけれども、課題はやはり若者の投票率であります。うん、で、町の投票率で年代別で見ても、低いのはやはり19歳から20代前半の若者たちですので、投票率アップに向けた取り組みとしては、やはりあの若者へのアプローチが必要になってくると考えられます。うん、で今年度でですすねあの金山校の提案なんですけれどもあの 2年,2年生を対象に初めて町選管主体で選挙の出前講座を実施したんですけれども、はい、でその中で若者ののの投票率低下の問題の話をしましまたで特に高校卒業後進学等で町を離れても住民票を移さない若者が多くてで選挙の入場券が届かないということで自分の住んでいるところで選挙ができずに投票率が低くなっているという内容の話をしました。なるほど で講座の後ですね生徒たちから感想をいただいたんですけれども、18歳になって選挙権を持ったら、ぜひ投票に行ってみたいといった内容が多数だったんですけれども、中には、進学したら自分もきちんと住民票を移そうと思うといった感想がありまして、改めて選挙啓発の重要性といったものを実感しました。またあの選挙期間中にににですねあの実際に投票に訪れてている人を見ても 家族ぐるるみで投票にに来ている人とい人うのが非常に多く感じられます、うん、で総務省の調査でも子どもの頃に親の投票についていったことがある人の方が有権者になった時に自らも投票に行く傾向が高かったという調査結果があるように山形県でも推奨していますけれども、うん、世帯同居率が高い県だからこそ家族ぐるみでの投票といったものを推進していきたいと思います。うん であとは若者の選挙離れは全国的な問題で即効性のあるものは正直難しいと思いますので選挙の出前講座とかですねあとは啓発選挙啓発といったものを今後も地道に、えー、継続していくことが重要なのかなというふうに思います、うん、でこうした活動を通じて若者たちにとっても政治家政治が身近なものであるという関心のきっかけになっていただければなというふうに思います、うん やはり今あのどの市町村も抱えている課題だと思うんですけども若者がやはり流出が歯止めがなかなかかからないという中でこの高校生とか中学生の頃から自分の地域の課題は何だろうとか自分の地域は今どうなっているんだろうとこう興味を持つ、関心を持つって非常に大事だと思うんですがその辺りどうですか、星川さん。そうでですね実際自分に住んでいる地域を あの勉強するということであの金山では金山学なんていうのを小学校の頃からですねあの取り組んでるんですけれども自分の地域の歴史ですとかあとあの産業ですとかねそういったものをやっぱ学ぶことによってこのうんと社会参加という意味ではやはりあのそうですね今後あの投票にもあの自分がこう政治に関心を持って 投票にもつながってくるとということは考えられます,そうです、ね、またあの町を一回離れたとしても何かこう地域のことが自分の中に残っていれば戻ってくるきっかけになるかもしれないですし将来町のためにという方が増えるかもしれないですよね。そしてまあ投票率向上には若い世代の参加が不可欠ですけれども長澤さんは地元企業として地域の若者世代とどう向き合いどんな政治のあり方が望ましいとお感じになってますでしょうか。 はい、あの、先ほどあのご紹介した選挙割にはですね。若者も関心高いので、今後も参加を続けたいと考えています、うんえー、最近はあの映画を見る若い方が増えているというデータがあるんですけども、はい、特に、えー、世界で起こっている問題や、えー、sdgs に関わるような映画に関心が高まっています。まあ、そのような映画をこれからも上映し続けて地元山形の、えー 政治への参加意識を高めていくことに貢献していきたいと考えていますまた最近はあのアニメーションを中心に大ヒット作品が次々と生まれているんですけども、えー、若い方からヒットに火がついて年配の方に広がっていく映画逆に年配の方からヒットして若い方に広がっていく映画がたくさんあります、えー、と例を挙げると例えば鬼滅の刃は、はい 最初若い方があの面白いって夢中になってたんですけどもだんだんそれがですねあの年配の方に広がっていって最終的にはおおじいちちゃゃんんとかおばあちゃんが見にに来るようなな映画になりました、うん、今上映している「スラムダンクも最初は40代、えー、まあ我々世代が「スラムダンク世代から、えー、見始めてるんですけどもだんだんあの他の世代にも広がってきていますし、うん、えちょっと前の映画ですけども「 ボヘミアン・ラプソディなんかは50代以上の方が最初に夢中になってそれがどうやら面白いらしいということで若い方にだんだん広がってくるとこのように最初は世代間のギャップがあってもやはりいいものはいいと世代を超えて共感できるということが分か,る分かります。政治も同じように 若者世代と年配の方のですね世代間の対立とかギャップではなくて一緒になって同じ未来を目指していけると思いますしそううああってほしいいいなとと思まますす、うん、りがとうございます今回は投票率の向上に向けた若者への主権者教育のあり方や投票率が向上することで経済にどんな影響があるのかなど貴重なお話を伺いました。 星川さん、長澤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。